さっきより重たい気がします。一投目よりも重いとのことです。これは一番最初に投げたサブザオが4匹もイワラヒを釣ったんで、これちょっと期待できますね。イワラヒゲが来てくれるぞ。今日はイワラヒゲ祭りじゃん。久々に提灯になります。久々に、確かに久々に見たね、イワラヒゲ提灯を。結構重い。ちょっと前の逆転を。あれかね、黒いのに赤いのが1匹でもポツンと入ってればね、天と地と地のほど差が生まれるんだが。またオーラを出しました、ね、やべえ、オーラ出しちゃいけないんだって。こういうの外れました。巻き上げと地は外れちゃった今。なんか電気ショックがかかった。やばいやばい。うん、あでもね、暴れたの結構攻め反応あったの 50m とかそれぐらいまで上がってきてからだったから、なんかそれまではずっとただただ重いだけみたいな感じだったから、なんか途中 500m とかで暴れても良さそうだけどなかったね。うん、でもその時点でもう望みは赤いのは望み薄になっちゃう。バラヒゲハンターかちょっと解明したいな。任期は3年なんでしばらくは無理か。あとまだ半分ぐらい。今までの餌付けに変えたということで、はい、ゆうまくんのは2本針だからね、はい、重いとなるとでかい魚の可能性が。ゆもとさん1頭分が僕の1匹。そうだからね、俺で言うところの重いが普通、茨城が連チャンで提灯状態になったら重いだけど、ゆうまくんの場合違うからね、はい、でかい魚じゃないとありえない。はい、前は今700。自動で切れちゃうの GoPro。 電池なくなるときは。あ、そういうことか。 1000m 1回やって今さっき48kmだったの、残りもう多分最後の最後切れます。あったかくらい、あったかい、今日すごいあったかい。初夏ですかっていうぐらい。波もあれだね、1投目よりもうねりはなくなりましたね。ただ南がどれぐらいで吹いてくる。結構、結構ある。
なかなか1日1000で戦えるっていうのやってこないからね。ここからはこっちが見に行って GoPro が死にました。上がってくる魚まで耐えられず、こうやってなると一人で行くとやばいです。無理だな。誰も取る人がいなくなっちゃう。リールの方は 200m ですね。まもなく上がる。まもなく上がってきます。浮いてきても良さそうな気しますけどね。あ、お、すごい気泡が。全然違うところだよ僕。一匹。なんか全然違うところで、あぶくが。二匹。二匹。ちょっとサイズいいですね。ということで。イバラヒゲ二匹でした。まあまあですね。出ました。おめでとうございます。おめでとう。残り70m ちょいですね。さあ残り70。イバラヒゲが光っております。さあ私の方にもイバラヒゲがいるんでしょうか。ああなんか結構魚の抵抗がありますね。お予想はイバラ何匹予想ですか。予想はちょっと3匹ぐらいはかかってるんじゃないかなと思いますけど。果たしてどうでしょう。残り 25m です。はい、残り 10m です。さあぼちぼち上がってきます。はい、もう浮いちゃいましたね。さらに浮いてきましたよ。奥にもあんなにだいぶ遠くで浮いてますね。まず1匹目、はい、イバラヒゲ。あ、浮いてきましたね。どんどん浮いてきます。2連ですね。これが提灯です。しかも1個擦れてる。あ、目が飛び出てないです。さあ。もう量をやってる感覚ですね。もう一個いるんじゃないですか。あ、多分浮いてきますよ。なんか違う、ちっちゃめ？ホラーなのか？あ、いや、ちっちゃめのイバラかな。なんか細長く見えちゃって。あ、多分イバラっすね。その下もなんかあれじゃないですか。なんか下もなんかいそうっすね。これは今5匹ですね。
これ全部今見えてるのが5匹ですね。これで今4匹目で。今4匹目。これが、あ、5匹目で終わりですね。はい。とりあえず、まあ、また、イバラの提灯が見れたんで。おめでとうございます。ありがとうございます。本日3頭目の回収になります。さっきほどもならないポイントは全くさっきと同じポイントですね。茨が大量に成長して大量に入ってもいいかもしれないね。あのもうクーラーは茨でもう入りきらないんでちょっと違う魚を狙いに行ってもいいかもしれない。ちなみにあの奥で巻いてある電動リールは小針がついております。ちっちゃい針に14連ぐらいでハリス3号です。深海で使う仕掛けじゃありませんがなんか新しいちっちゃい魚はかかんないかなっていうので試しに投げております。あんま噛み合ってないもう明らかにイバラだろうみたいな。いやでかかってたらそれはそれで面白いけどね。十分あり得る。表層の魚が食うかもしれない。サバなんかもう切れてる。切れちゃう。今こっち残り 700m。 超低速で巻いてるから多分一番最後かもしれない。上がるのバッテリーが持つのかっていうことそこそこ一番重要だ。前が上がったらもうすぐこっち引き返らないとダメかも。バッテリー交換しないと多分巻き上げらんない。
久々に 1000m でこんなに波が荒れてないのは久方ぶり。珍しい。うん、確かに1キロの割にはしなってそうだな。ドラゴ緩いかな。ちょっともうちょっとドラゴ緩めていい。ガチガチではないけど、あの細さに耐えられるかどうかって言われたら微妙かもしれない。様子見る。多分ある程度途中ゆっくりにはなってっから、ある程度ドラグはゆるガチガチにはしてないはず。途中巻きスピード遅くなってるよね。200です。今サブのサボが好調だから、もしかしたら何か上がってる来るかもしれない。何分ぐらい経ってる？20分。はい、あと384。前が残り470。前ちょっと遅くしようか。ゆうまくんと 100m 差しかない。浮いてくるのか。ちょっとさっき撮った時は泡がブクってなったとこやったら、全然違う方向から茨城浮いてきたから。
そう。案の定。やっぱ一匹ですね、重さ的に。また茨ひげでした。数をどんどんこなしております。おめでとうございます。さあ、前方残り100切ったようです。はい、残り45です。はい、前の竿が仕掛けが迫ってまいりましたね。今のところずっと茨ひげさんが使っておりますが、茨ひげオンリーですからね。そうですね、オンリーです。祭りです。残り 10m です。はい、さあ、間もなく上がります。さあ、また茨ひげなんでしょうか。何らひげなんでしょうか。まあ、僕は今のところないです。しかも下からんなきゃですね。あ、でもなんかついてそうな感じは。お、種類違うか。どうだ。お、ちょっと尖ってる気がしますよ。お、ここでイバラをの連ちゃんをなくなり、鬼ひげですね。鬼ひげ今日の変わり種です。深海おなじみの。さあ、あとはどうでしょう。今日初の鬼ひげが出ました。今のところ余影は見えないですね。材料出尽くしか。それは終わったかな。終わりましたね。終わりましたね。残念、もう1匹でした。さあ、前方残り65メーターです。はい、鳥さんが待ってます。俺のを狙ってるのかい。いやですよ、攻撃力高めですから、あの黒いのは。気をつけてください。やらせんよ。残り50メーター。はい、30m です。茨ひげだったらもう浮いてきても良さそうなんですけどね。残り 10m 上がってきます。はい、どうなる。鳥が待っちゃってますよ。気をつけてくださいね。もし浮いてきたらもうさっと回収しないと、もう近づいてきてるんで臨戦態勢に。
もうこんな近づいてきてますよ。やばい。準備は OK だよみたいな感じで。ぬるはついてますね。ぬるはついてる。お、お。あ、これはまた新しい。ホラーナゴ族ですかね。出ました。おめでとうございます。さあ。また新しい新規。あるいは。浮いてきても良さそうだけど浮いてこないってなると、あー残念ですね。ということで、まあ今日3周目、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はなかなかやりやすい一日でしたよね。久々に 1000m 空いてたよ、はい、ゆっくりとした 1000m に。朝の大失態をなんとか取り戻せたんじゃないかと思います。はい、一応今日の釣果なんですけど、僕がイバラヒゲ3匹、はい、と湯本さんが、これ何恥じぬように、はい、イバラヒゲハンターとしてイバラヒゲをたくさん取りました。あと他にも種類いましたよ。他にホラアナゴとあと鬼ひげ、鬼ひげか、はい、を一匹ずつ、はい、合計3種類。ただ帰りちょっと早かったんで朝目も落としたんですけど、そこ全然でしたね。うん、食いすら当たりもほとんどなかったね。やっぱ深み結局は結局は、はい、まあ今日は一応一日、まあ、1000できそうな感じでやれたんで、うん、よかったかなと思います。次はどうなるかなってとこですね。まあ天気に恵まれればっていう、うん、はい、なかなか天気いい日で 1000m やれるのってなかなかないもんね。ないっすね。やっぱ風が朝残っちゃうとか、なんか結構コンディション的に難しいところなんですけど、まあ今後は多分多少は、まあ、天気落ち着いてくると思うんで、うん、またやっていきたいなと思います。はい、今年は 何色の魚を目標にしてるんですか。今年あんまり言うと来ない来ないって言われるからちょっと控えようかと思うんだけど、もちろん赤いの狙って今年も。また今オーラを放ちましたね。オーラが放たれてます。もうどんどん赤いのくれっていうものを発しながら釣りしていきますよ。次は仕掛けを忘れないように。あと餌ももうちょい準備しておいた方がいいですね。デカめのやつ、はい、ということで、またイバラヒゲたくさん釣れたのかと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。